先週は水曜日に撮られました。こちらのお写真に写る男女は誰なのでしょう。答えはこの後で。ごめん、写真撮られちゃった。二人の秘密知られちゃった。でもね、正直嬉しかった。隠したくないよ自慢の彼氏。面白がって拡散、悪意あるフェイクニュース。文句言われてる方がまるで主人公でしょ。島沢交際宣言をめかしして、会見は紳士に、ちょっと失礼な質問には笑顔ですぐします。ファンの皆さんびっくりさせて本当にすみません。ずっと隠してた友達にもこの場お借りして、隠しててごめんね。ってことでしょ。しましょう交際宣言、毅然としてイメージは気にせず、相手の方のプライバシーお守りください。ファンの皆さん心配かけて本当にすみません。お仕事も恋愛もマジで楽しむ所存です。見守ってください。イメージは壊して、大好きな人大好きだと宣言しちゃおう。ファンの皆さんびっくりさせて本当にすみません。ずっと隠してた友達にもこの場お借りして、隠しててごめんね。木曜日のスキャンダル、木曜日のスキャンダルでした。